ボリューム3に登場した、ルイーズは、地属性、獣戦士族のレベル4、通常モンスターで、当時の環境ならば、ホーリードール以外の下級モンスターを跳ね返せる、十分な守備力を持っていたが、ボリューム3には、同じ原作出身の、アタッカーにもなれる壁モンスター、岩石の巨兵がいたため、インパクトはなかった。第8期、第4弾に収録されていた、ピンポイントガードや、第9期に登場した、スクラムフォースのイラストにも、ルイーズが描かれている。ゲーム作品、デュエルモンスターズシリーズでは、3まで、専用のイラストが使われており、2のみ、カオスの儀式の生贄に、暗黒騎士ガヤ、クリボーと共に指定されていた。原作では、ジュエリストキングダム編まで登場していたが、アニメでは、バトルシティ編のパンドラ戦で、遊戯の手札にあるのが確認でき、KC グランプリ編では、公園でデュエルする子供が使用している。遊戯王 GX にも、何度か出演していた。遊戯王ラッシュデュエルにも、OCG と同じステータスで参加している。